教えてあげるわ。すべてはまだ能力の恐ろしさ。今回はゆかり様の動画、楽しませてちょうだい。お分かりいただけただろうか。とりあえず、このまま動画を進めます。回答は動画の終盤で。敵が多いということもありますが、ドロップするアイテムが目に見えて、多いですね。これはゆかり様の弾幕効果によるものです。一定確率で一撃死と、アイテムドロップ追加の効果があります。話している間にどんどんと、アイテムが増えてきましたね。このフロアのように大部屋で、百鬼夜行に遭遇した時に、ゆかり様がいるとアイテム収集が、はかどります。アイテムも装備もたくさん拾えるので、フルイドなどの持ち込み不可ダンジョンでも、ゆかり様は頼りになります。さすが賢者。弾幕ポイントがなくなったか。第4弾幕は消費ポイントが、10なので、ピーカンや洋館は、あった方がいいですね。弾幕回復のスキルや縁もあるといいですね。少し加速します。ここからはドロップしたアイテムの、確認と回収です。必要のないものは分解して、素材に変換。お、これは持っていないはず。これも一応回収しておくか。楽しませてちょうだい。痛いね。おいしそうね。やるわね。不浄なものめ。いただくわね。大会福読みの王たち、一時停止した8秒あたりで、ドロップしたものですね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。